はい、楽の窓です。今回の話題日本旅行をしたタイ人が帰国後にネット上で自国民からボッコボコタイ人社会の礼儀マナーはある部分日本と似ているところもあるのかもしれませんけれどもそんな中で今回のタイ人日本旅行中に一体何をしでかしたのか皆様と一緒に突っ込んでまいりたいと思います。 チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録何卒よろしくお願い申し上げますまた同時に X、救命ツイッターもやっておりますこちらでも大楽言いたい放題をやっておりますのでぜひわせてフォローいただければと思います。ということで今回は日本でのタイ人ですねその行為がタイ,でタイで炎上したと。 難ののとなったのは若いタイ人でありますこの人が日本旅行中に撮影した動画を SNSTikTok、まあ、でありますけれどもねそこに上げたということでこれが向こうのネット上で大炎上したということであります問題はそのね動画の内容でありますけれども一体なんだってまた大社会は一斉に指南を安倍さんターたのかというとまず1つ目電車内で踊っていたこれですよね。そしてもう1つ 踊っているのみならずマスクもしていなかったということでこれがねこの2つでタイ社会ではね日本に行って何をしでかしてんだということで大炎上したわけでありますタイ社会の認識ではですね日本の電車の車内では携帯電話の通話も禁止だということはね多くのもうタイ人は知っておりますまあ、ネットやニュースなどでずっと伝えられてきたそんな中でですね我が国の人間であるタイ人が外国人の分際で 日本に行って踊るとは何事だとこういうふうに火、ね、がついたわけでありますそしてマスクでありますけれども動画にねこれ映っているまあ、動画はです、ね、動画の説明欄いつものようにですねリンクを貼り付けておきますけれどもこの動画に映っている周囲の人たちはみんなマスクをしているのに自分はですねこの踊っている本人はマスクもせずにのんきにふざけて踊っていると。 こういういねね理屈なんですよ、ね、電車車内で撮影すること自体は本来ですねまあ、日本の法律上は法律に触れるということはねおそらくないと思うんですけれどもそれよりもですねマスクをしていない人もねこの今回のこの動画の中に映っちゃっておりますので個人のね侵害に抵触するかどうかという問題はね後々出てくる可能性も当然 あるとは思いますまあ最も,もねマスクをしているから移してもいいというこういう理屈にもならないとは思いますけれどもただ日本でも結構みんなやって,いるわやっておりますよね要するにこ特定個人に対して例えばそれこそ盗撮とかですね 狙い撃ちでこう撮影するということはもう当然、悪意のあるものでありますからそれは当然だめだということになると思うんですけれども例えば、街中の背景風景の一部として判断されるのそういったものであるならば電車の中であってもまあ一般的にはですね音が目はそんなにないと。 聞きますけれどどもねねその辺ううなんでしょうか、ね、少なくとも私はまあこういう撮影はですね電車の中に行ってまでですね撮影するということはねやりませんけれどもねもし撮影するんでも自分だけをドアップでですね まあ、例えば座席に座りなりしてですね撮りますけれどもねまあ、観光地、行楽地あるいはある程度白いですね空間の施設、会場などでは、まあ、撮影するということはあってもですねそれはともかく電車の車内はかなり密着したそういういね密室状態というところでもありますんでねやめたほうがいいかなというのがね私のまあセンスなんですけどもねこの辺はどうなんでしょうか。 しかし、この炎上した女性ですよね、自分があげた TikTok には市販のコメントであふれかえった、こういう状況になったわけでありますけれども、それに対して、まあこの本人もですねよっぽどこんな指南をされて頭にきたんでしょうね、日本人はこういうことに関しては寛容ですと、こんなことをね言って、さらに日本へあなた方行ったことあるのかと、こういうね。 まあちょっと上からの反論ですよね、こういうことをしている、だから余計にですね世間では死がついているところにまた油を注ぐというねこんな投稿者の発言になったということでありますタイ人のネット上のコメントはねこのあと動画の後半でいろいろと、ね、ご紹介したいと思います。今しばらくちちょっとねお待ちいいたただきたいんですけれども まあ今の反論の言い草どの角度から見ても違いますよね、私たち日本人、まあ、寛容といえば寛容かもしれませんけれども本当のところは多くの人はある一定のところまでは黙っている我慢して黙っているということがね実態ではないかと思います。 このの人は日本旅行のリピータータさんなんなでしょうかね嫌にね自分は知ってるぞとこういうふうにね上からガツンとこう言い返しているわけでありますけれどもいわゆる「生きがっていた」と。 いいううことでではないでしょうかね私はねもう日本旅行って慣れたもんだと何でもできるんだと言ったところではないかと思います程度の差はあれですね海外旅行や海外現地生活ですねそういったところではちょっと慣れてきた頃がこれ一番危ないんですよねこの人もですから今回こうして炎上してしまったのはちょうどね2回、3回、4回、5回とリピーターになってからの話ではないかなと私はねこれ勝手に想像するわけでありますけれども。 私もだいぶ若い頃ですよね、だいぶ若い頃には世界中いろんなところへ、ね、商用でありますけれどもビジネスで渡り歩いていたそういうことがあった中で、まあ、やっぱりね、ちょうど慣れてきた頃ですよね、行きがっていたんでしょうね、相当な金額が入った現金とそれからね、まあ、クレジットカード全部、それをね入れていた財布をですねなくしてしまったということがありましたけれどもね、本当に痛い目に遭いました。 ちょうどねやっぱり慣れた感じでですね意気揚々とね街中を歩いていたわけですよねそういったところにやっぱ気の緩みこういうものがねあって泣くてしまったということがありましたけれどもね痛い思いをしましたけれども本当にねしかしこの女性もですね大社会ではこれで大炎上してしまったということでしかも自国内ではなく 外国でである日本でのことですからねこのね事件自体がですねタイ人もこういうことには本当に手厳しいというところがねお分かりになるのではないかと思います電車車内でですね TikTok の動画を撮ったそれからマスクをしていなかったこれで大炎上ですからねしかしながらタイ人がですね、まあ、この人のみならずですねタイ人が日本にやっていって そしてやらかしで炎上したのは実はこれが初めてではないんですよね、今回はタイのローカル記事や、まあ、タイランドハイパーリックスなんていうねそういういサイトもあるわけですけどもそういうところからいろいろ見ている中でそこにもね載ってましたね、過去を振り返る形で今回のニュースを報道する中でありますけれどもこんなこともありましたと私もねうる覚えで忘れておりましたけれどもこんなことがありました。ドラマの撮影でで来日したこれはですね 人やっぱり若い人たちですよね男女4人ということですけれどもまず女優の方ですねこの人たちはですね日本でちょうどお花見の時期だったんでしょうね花見で、まあ、写真をパチッとこう記念で撮るわけでありますけれどもその時にですね桜を間近に体験しますって感じでこうなんて言うんでしょうね桜の枝をつまんで頬の方にこうに自分の手元にこう持ってくるような感じでですね 写真を撮っているんですけどども、まあ、インスタ映えしますよねという,うな感じだと思うんですよね本人のこの感覚からするとですねこれがまた大社会で大炎上したということであります桜をねそんな手で持って何をしているんだということで大臣が怒ったんですよね、まあ、インスタとかそういうい SN SNS にこの人を上げたわけですけれどもね。 まあ結局はその桜の枝なんかそういうつまむもんじゃないというふうに、ね、タイ人の人たちは怒ったわけでありますまさか桜の花をこれもぎ取るということまではしていないわけでありますけれどもしていないと思いますけれどもタイ人のコメントでもですねそういうことはしていなかったと言っておりましたけれどもねただ、やっぱりこう手に持つこと自体もけしからんということで大炎上それからもう1つ同じこのグループですよね。 今回と全くほとんど全く同じような状況がありました今度は男女4人も、もおそらく全員だと思いますけれども電車に乗ったとは車内で,です、ね、この4人がまあ踊ったかどうか踊ったと、ね、っっいうこともあったかと思いますけれども大騒ぎしたんですよね、結局はしゃいだと。 いうことでそれをね動画に撮ってやっぱり SNS に上げたということでこれも同時にですから2つですよねダブルパンチで大社会では大炎上したということでまあ有名人ですからね今回のあれとは違ってですね有名人ですから当然これ向こうのメディアも取り上げて。 ニュースニュース番組なんかでもテレビなんかでも取り上げられて相当こっぴどく怒られたと結局この人たちはですね所属事務所から厳罰が下ったということで禁止6ヶ月それから SNS 使用禁止6ヶ月ということでこれかなり重いですよね私は結構重いと思ったんですけれどもどうなんでしょうかね。 そしてその時のドラマ制作者側の責任者も公に謝罪したということでねなんかこの辺の習慣でありますけれどもどうことなくですねやっぱりなんかこう日本と似ているなという感じはするんですけどもねねとかですね事務所から謹慎を食らうとかですねそして事務所側も謝罪するとかですねまあこの辺はちょっと似ているかなと思ったんですけどもどもううでしょうかねいずれにしてもこれ2015年当時の話です、今の話は。 俳優、女優とは言ってもですね私から見ればねこれ写真今でも残っておりますけどもまあ今だいぶねもう8年前ですからね今、だいぶ大人になっているとは思いますけれども当時の写真なんかもうまだまだこれまるっきり子供ですよね。私なんか,なんか 見ればですね、まあ、外国旅行の電車の中ではしゃぎすぎたということだと思うんですけれどもしかし大社会ではちょっと売れてるからと日本にねロケに行ってるからといってこれ見よがしに天狗になるな調子になるなといったところなんですよねそして炎上したとメディアからもボッコボッコにされたというねこういうことがあったわけです。それれででではタイ社会のの、ね、センスや過去の事例が、ね、一応ここまでご紹介したところで 冒頭の話題にね戻りまして今回のニュースに対するタイ人の声どんな声を上げているのか冒頭のですね女性ですよねあ,あの人が電車の中でマスクもせずに踊ってしまったこれについてのタイ人の声をご紹介したいと思います。まずはこここんな声以前にもうういいうとをした大人がいて 謝罪にまで追い込まれたのにまたこうしてやる人間が出てくるということでね今し方私は最後にねご紹介した件でありますけども懲りないなということであります。ですからまたこういうことがあればね大社会ではボッコボッコにされてしまうよということだと思います。そそれれかからこのの踊っっった人人はは個人の自由だだと思ててやいいるかもしれないがそんながん考えはタイだけで 国外では通用しない先進国民主主義国家の日本でさえ物議を醸したり法令違反となることがあるとこういうね意見があります。 まあ厳密にはですね先ほど私は申し上げた通りですね法令違反にはそらくこれならない、当たらないとただし、ですねそこに移ってしまった人それがねネットに上げられたということでその人たちが民事なりですね肖像権なりで訴えればまたね話は別だと思いますけれども動画の中で撮影したこと自体そしてマスクをしていないこと自体はですね今の日本では法令違反にはおそらくね当たらないんじゃないかなと思いますけれどもね。 割合から言ったらほとんどの日本人はね知らないと思いますけれどもね日本でこんなことをしでかしたこれすらねまずは絶対に知る由もないと思うんですけれどもほとんどの日本人はですね しかもですねそれが大炎上したなんていうことはねなかなかね、まあ、結構ニッチなニュースですからね見た人は見たことがあるかもしれませんけど大楽落れ確か、大落はツイートしましたかね、ツイッターでね X でツイートしたと思いますのでそれを見られた方はご存知かもしれませんけれどもはいそれから電車の中で撮影した写真ですね、あこの人はですねニュースを見たから写真なんですよね。 そもそも日本では社内でのスマホは禁止ですよ大声も出さないで人様と揉め事になるようなことはやめてということでねこれ外国人は人によっては誤解しているかもしれませんけれどもね今の意見のようにね。通話や 音を出しての使用は禁止だと思いますけれども使うのはねこれ別に問題ないはずですよねただ盗撮などは論外でありますけれどもねまあこの人はこのようにね理解しちゃっているということでありますはいそれから日本という国では子どもたちに秩序と伝統を学ぶことを教えています今回のタイ人はネットでこんなものを投稿までして恥ずかしくないのかと いうことでね日本はやっぱりねどうしてもこういうイメージになるんですね秩序、伝統、規律とはこういうねイメージを日本のイメージというとタイ人はすぐこういうふうに答えるわけですけれどもねはいそして日本は20年間出入り禁止ということで、ね、以前のこの2015年の時のね俳優さんたちはあの騒動では謹慎6ヶ月でしたけれどもね。 まあそれに引っ掛けているのかもしれませんよね、日本の出入り20年間禁止ということでね、はい、それからこの人は脳みそがあるのかと結構きつい、ね、コメントでありますけれども、ただですね、タイではよくこういう言いましは審判にします、はい、私も何度も、ね、こういう言いましは聞いたことがあります、直でも。 日本語とねこの言い回し全く同じ言い方でありますよね。はいこういう使い方があるということですそれからタイという国をすっかり有名にしてくれたということでねまあこれご心配には及ばないというかですねそんなに日本ではバンバが そのシェアされたというニュースではないと思いますよね、まあ確かに日本のニュースでもこれねどっかでは一部やったと思いますけれどもね、ねヤフーコメントなんかでもおそらく上がっているとは思いますけれどもただ、そんなにね見てる人は少ないんじゃないかなと思います。それから他の乗客の人たちはあなたの踊りを見に来たわけではありませんと、これはそうですよね変な目で見てた。 と思いますけれども、まあ、ところで、ですね、まあ、このコメントでちょっとね今頃言いまして申し訳ないんですけれどもいろいろ人によって意見はあると思いますけれどもこれですねまあ、皆さんもねちょっとご覧になっていただければわかると思うんですけれども先ほどから大落は女性、女性と一応ですね言っておりましたからこれ女性かなと思うんですけれどもね。 その辺非常に微妙だというその表こういう表現だけでですね退落は一応止めておきますけれども正直、私はですねちょっとねおかしいなと思っております。はいそれから大バカ者とこういういねストレートですね、それからそのまま刑務所に入れてもらってくださいとこういうね意見もあります。それから なんてことかしどすぎますこれでは他のタイ人観光客も仕事、しごろ私たちも剣をしている中国人観光客と一緒の目で見られるようになりますねということでねまあ確かにねタイでもね中国人、チャイナから来る人たちは本当に商判が悪いですからね。 はいそれからもう TikTok 禁止でいいですということでねこれはどういう意味なんでしょうかねもうそういうものは全体でやめると言っているのかそれとも今回のね炎上した人だけが使用禁止とこのように言っているのかねそうすると先ほどのね懲罰と全く同じになっちゃいますけどもねはいそれからこういう個人の自由や権利を主張する人に限って人様への迷惑は気に留めないと。 まあ本当にそうですよねこれはバンコク共通どこでもねそういった傾向はあると思いますはいそれから公共交通機関では日本国民ですら騒がしく会話をしたりはしませんこういう人間をシンガポールに行かないことを祈りますということでねこれおそらくでありますけども私のですね 感覚でありますよね想像でありますけれどもおそらくこの人の言わんとしていることを先ほど申し上げたとおりこの人おそらくね女性じゃないんじゃないかなと思います格好は女性ですけれどもね性別すらよくわからないような感じでありますけれどもやっぱりですね シンガポールに行ったらこういう人はです、ね、おかしなげましてやおかしな言動もするというところであの国はですねシンガポールはヒッピーであるとかゴロつきであるとかそういうものはね排除するというねそういうお国柄ですからこんなことを、ですねこんな人がこんな電車の中でですねシンガポールの電車の中でいきなり踊り出したらですねそれこそ取り締まられると思いますよね、私は一発で通報されるんじゃないかなとこのように思います。 はいそれからタイ人はすべての人がそうだというわけではありませんが海外で暮らすのには向いていません特に日本のように規律正しく個人のプライバシーも市場に尊重されている国では無理ですとこのようにね言っております。はいいいそれれかかららここがが間違っていることわない バカは叩かれるまでわからないということでねタイ人もね普段こういうあんまりきついことは言わないんですけど本当に今回大炎上したというのがねこういうコメント一つでもわかるというところですよねはいそれから私たちはタイにやってくる中国人を見て行きりの声を上げることがありますが自分たちもよその国へ行って迷惑行為を行っているというねこういう意見でありますチャイナのタイでの事件はそれこそですねただね 下手違いにしどいににどです本当にそれは大落の過去の動画でもいくつか取り上げてやっておりますけどもマナーが悪いは騒ぐわでですねレストランなんかでですねそれをちょっとタイ人に注意されただけでも本当にブチ切れてですねその店を破壊するまで暴れるということまであるわけです韓国も確かに評判は悪いですけれども同様に悪いですがある意味ねレベルは本当に違います。 それから最後にもう1つ日本人の女の子がもしもタイの電車で踊ったら気持ちいいのにとこんな意見もね困ったもんですけどもねありますがそんな冗談を言っている場合じゃないんですよね、この人知ってか知らぬか分かりませんけれども実際にありました、去年です、2022年。 4月ですよね、大正月の時期、ソンクランというね、水かけ祭りなんていうものもある時期でありますけども、今はだいぶタイでもマスクを外す、そんな人たちが増えてきましたけれども、あの当時はまだバリッバリですからね、もう本当に9割以上。 まあ100に近い状態でみんなね電車なんかほ,ほぼ100に近い状態でマスクをしていたコロナ真っ只中という時期でありましたけどもそんな中でね日本人女性と称する人がやっぱり同じですよ、電車に乗り込んでそこでマスクもつけずにタコ踊りをしてです k p o p カーなんかに乗せてですねそしてそれを動画に撮ってあげたと、まあ、TikTok だと思います、同じそういうことがあって。 これもやっぱり同じくタイで大炎上しましたニュースにも取り上げられました向こうのニュース番組にもバンバがや,ったやられたということでこれについては日本がえらい恥をかいたということでありますけれどもただ、ですね後で分かったのが、まあ、すぐにですすけれどもねすぐに分かったのがこの女性、日本人というよりも確かにですね日本に住んでいる日本語をしゃべるです、ね、人でありますけれども在日女性だったということが分かったんですよね。 とということでダブルで日本人も怒り心頭ということで退楽もその動画を上げたわけでありますまだの方はです、ね、ぜひ今回の動画の話題と合わせてご一緒にですねぜひ見ていただきたいとこのように思います今回、タイ人のコメントがですね地獄の、ね、メンツだけで起こっているのではないと。 いうことがですねよくわかるそういうね動画となっております。ということで今回のタイ人の反応皆様はどのようにお考えになられましたでしょうか今回もここまでご視聴誠にありがとうございましたチャンネル登録またの方はぜひチャンネル登録また皆様のコメント今回も楽しみにお待ちいたしておりますそれではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイイ